ここにコアラニャンセットアンちゃうか。はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。本日発売のおもちゃいろいろ買ってきました。妖怪ドリームルーレットゲームに妖怪ミニソフビスペシャルセット、コアラニャンのソフビとかで、今回はこちらのデラックスエンマブレードで遊んでみたいと思います。これ今までのおもちゃでも一番でかいんじゃないかな。エンマ大王の剣ブレードがおもちゃになったんですけど、こちら映画でも大活躍します。早速開けてみよう。いきます、デラックスエンマブレードオープン。がっちりガードされてますね。わお、じゃじゃん。こちらがエンマ大王の剣デラックスエンマブレードです。こっちが表でこっちが裏面ね。かっこいいなこれ、めちゃくちゃ。ここには王の文字書かれてますね。持つとこんな感じ。ここに単4電池2本セットして、早速電源入れます。うおー、めっちゃ光るやん。これどうしたらいいんだろう。ここにレバーあるんやけど、うおー、なんかいろんな音出んね。2種類3パターンぐらい、3パターンぐらいやね。ズシャ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 みたいな感じで、長押しすると、すげえ順番に光ってってる。ちなみにこれ刺しても痛くないようになってます。柔らかくなってる。ここにデラックス妖怪ウォッチドリームのコアパーツをセットできるんですけど、事前にバージョン2に更新しておく必要があります。ではデラックス妖怪ウォッチドリームのコアパーツセットしてみます。おえい。まず単音、これ宝玉も光ってるよね、すげえ。これが2種類目ね。そして3種類目、すごい微妙に音違いますね。トリガー長押しバージョン、ブレードと宝玉が光って、離すと開放音。で、デラックスエンマブレードには、なんと、エンマ大王のメダルが付属でついてます。エンマ大王のメダルは、これフレームが紫色なんですよね。で、ホロでピカピカに光ってます。これは覇王エンマ玉を撃とうとしてるエンマ大王ですね。かっちょいい王の種族がここに書かれてます。では、ブレードモードで遊んでみます。まず、ドリームリンク。まずは、エンマ大王の妖怪ドリームメダルから、妖怪メダルセットオン。エンマ大王。普通に明日は行く。そう、こうなんか全然今までと違いますね、召喚ソング。今回2つって言ってたんですけど、1つの時と2つの場合の2種類あるみたい。そしてそしてチャージモードもやってみます。長押し、どんどんランプ光ってってる。エンマーン。スタート。当たりカモン。ダメだ。これ当たるとエンマ容器をね、チャージすることができます。外れても愉快なんだよねこれ。はい、せっかくなので他のメダルも入れてみます。何がいいかな。ロボニャン F 型いってみよう。ロボニャン F 型の妖怪メダルセットアン。ロボニャン F 型。2つ。
普通に明日は行く。っていうか召喚の音同じなんだね。最初の妖怪名乗り音が違うだけ。ロボニャン F 型ってちゃんと言ってたしね。イケメンエンマが今日も行く。でね、デラックスエンマブレードをお店で買うと、こちらエンマ大王の妖怪エンマ帳がお店でもらえます。サイズは CD のジャケットぐらいですよね。表面に炎の竜がこれあしらわれて、サイドには王の文字も書かれてます。妖怪語でなんか書いてるね。裏面はこんな感じ。開けてみると妖怪メダル収納できます。合計8枚。ということで一通り遊んでみたんですけど、これエンマブレード自体も音が鳴るし、デラックス妖怪ウォッチドリームも音が鳴るんで、かなり迫力あるおもちゃですよね。しかも光るし、ブレードも宝玉も光るし、やばいんですけど。はい、ということで以上、今回はエンマ大王の武器デラックスエンマブレードの紹介でした。